海陽町の海洋自然博物館マリンジャムで神社を参拝した時にもらう御朱印にちなんだ御朱印が販売されています。これは四国4県の水族館が来館者の増加につなげようと連携して企画したもので、A6 サイズの紙に各施設ゆかりの生き物をデザインしています。マリンジャムの御朱印のモチーフとなったのはテンジクザメ。5月から8月の繁殖期になると近くにあるサンゴの群生地に現れることから選ばれました。またウミガメをモチーフにした御朱印を販売するのは南町の日和佐ウミガメ博物館ガレッタ。町のシンボルともいえるウミガメが海の中を優雅に泳ぐ姿を表現しています。価格はいずれも1枚300円。御朱印を集めて水族館の思い出を形に残しませんか？